でこうウーロン茶ですね、ですか。あ、いろんな茶、お茶があるので。そうですか、わかりました、はい、じゃあこのイベントっていうのはですね、台湾の先ほどおっしゃられたような、はい、あの台湾の新しいものが実は常にあのこう創出していると、あのところでございますので、はいはい、そういったイノベーションを兼ねたようなものを紹介しているところでございます、はい、イベントでございまして、はい、私実は先ほど会場を見回してね、一つぜひあの黒木さんにご覧いただきたいものがございまして、はい、ぜひ次回台湾へ行かれた時に、はい、まあ、食べ物それから、はい、だけではなくてお買い物も楽しんでいただきたいと思います。そうですね、はい、これはメイドイン台湾の私がいいなと思ったもの、はい、これ何だと思いますか。知ってるんです、実は。どうして。そうす、もうご覧になられました。はい、あの一通り ありがとうございます。あの見させていただいたんですけども、はい、音楽ですね。音楽、ね、うんうん、ですよね。はい、じゃあ音楽が、音楽だけじゃないですよ。音楽、それから照明、はい、照明、はい、その通り、ここに LED の照明がございます。機能性と芸術性が融合されているんですよね、はい、ありがとうございます、さすがですね、さすが台湾通ですね、ありがとうございます。なので、ただ、はいはい、まだ聞いてないんです。そうですか、じゃあ少しだけどういうふうに音が出るのか、はい、それをぜひ聞かせていただきたいと思いますけども。では、はい、では種明かしをいたしましょう、はい、こちらは実はですね、 Bluetooth、 iPhone、 いや携帯とかお使いになって、はい、何か音楽聞かれたりしますか。はい、はいはい、携帯でいつも聞いていらっしゃる音楽をこちらと Bluetooth で連結させまして、ここから音楽が鳴るんです。でここにスピーカーがございます。聞いてみたいと思いますか。はいはい、ぜひお願いします。私実は自分の、はい、ごめんなさい、私の汚い携帯ですけれども、こちらと先ほど Bluetooth でつなげて、はい、つなげさせていただきました。はい、イエライションって曲ご存知でいらっしゃいますか。はい、お願いします。はい、ではちょっと再生してみたいと思います。音もいいですね。あの、なんですか、こう、はい、遊び心があってこういうものを作ってらっしゃる、はい、まあ、こういう製品がたくさんあるってことですよね。そうですね、本当にあの遊び心があるっていうのは、はい、そのちょっとじゃあ音楽止めますね、うん、すごく私が勝手に今日のお洋服を拝見いたしまして、こっそりとこう、はい、このイメージに合わせた曲を選曲さ勝手に選曲させて、ちょっと待ってください、はい、止めました。あれ、はい、止めました、失礼いたしました。あ、はい、あの本当にあの見た感じはとてもレトロな感じなんだけれども、はい、音楽も鳴るというようなその技術がここに埋め込まれていまして、ここがスピーカーでございます、はい、そしてこちらがライト、 LED のライトなんですね。だからお部屋に置いていただいて、例えばあのスマホとかそういうところでラジオだとかテレビの放送だとか、その音源をここで再現することができます。あと、うん、あのまあ、ちょっと飾りとしてお部屋の中に入れていただいて、うん、LED の、 LED のこうちょっとした間接照明の照明器具としてお付き合い、うん、あのお使いいただけるかと思います。でもこれがお部屋の中でこうかかっていたら、はい、どこから音が出てるんだろうっていうね。そうですよ ね、 とても楽しめますね。場所も取らないですし、ぜひぜひあのこのようなあのユニークな魅力的な台湾の製品がたくさん、まさにあの昔のながらの最先端技術と匠の技、これは実はこのセラミックっていうのは高級なセラミックでございまして、はい、職人さんが手作りで、はい、あの作っていますし、こちら の、 あのものも全部あの綺麗に手作りで作られているものでございますので、はい、そういった商品まだまだ他にもたくさんございますので、うんうん、台湾行かれる際ぜひあのそういったこう気持ちでまたあの探してみていただければ、はい、良いかと思います。ありがとうございます、はい、あのいろんな商品をもうすでにご覧になっていただいたようですので、はい、これからもあの どうぞ台湾をよろしくお願いいたします、はい、であの時間の限りもございますので、はい、あのここまでとさせていただきますが、はい、最後に一言台湾へのメッセージをお願いしたいと思います。今回あのとてもその最先端の機能性だけではなくて、本当に匠の技、今おっしゃったように芸術性の高い製品がたくさんありますので、
今回私ちょっと気になったのは電動自転車だとか、はい、そうです、あとドローンとか、はい、あと栓抜きなんかもすごく美しくて、私よりも詳しいですね、はい、ですので、そういった製品今日ね今回いろいろ、はいはい、皆様をお手に取ってご覧になれる、はい、ということなので、素晴らしい製品を堪能していただきたいなと思います。本当に PR してくださいました、はい、ありがとうございます。また後ほどテープカットのセレモニーとフォトセッションもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございました。黒木ひとみ様でございました。ありがとうございました。それではありがとう。